全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしてるかな。わしの名前はキドじゃ。ということで今回はこちら母子守を使ってポケモンバトル遊んでいこうというふうに思うぞ。テラスタイプが岩で、持ち物がラムの実となっております。ラムの実はポケモンに持たせると全ての状態異常を回復する持ち物で、まあ、今回母子守で全抜きを狙っていくので、まあ鬼火であったりとかあくびであったりとか、そういうので妨害されないためにラムの実を採用しております。で、努力値が HP20、 攻撃252、防御に4、特防に4、素早さに228振ってあって、特性揚力層、これで晴れの時に素早さが2倍になるので、素早さに228振ることによって最速ブーストエナジー鉄の包みすら抜くことができるということで、もうね、素早さ面でこの母コモに勝てるポケモンはかなり少なくなります。まずブーストエナジーの包み抜けるってやばいからな。しかも弱点である草タイプを持っているということで、かなりね強いと思う。で、技構成がリーフブレード、シザークロス、テラバースト、剣の前じゃな。で、リーフブレードとシザークロスはまあ普通にねタイプ一致で打てる、物理技となっております。で、テラバーストは岩照らしたりすることによって岩技として打つことができるんじゃが、まあ揚力素を使って晴れかで素早さ2倍にしていくっていう性質であれば、炎を照らしたりで、炎テラバースト打つ方もなかなか魅力的だったんじゃが、岩照らしたりにしないと炎オーガポンもきついし、海流もきついしで、なかなかいいことがないので、今回は炎テラスタル、ハレカテラバーストの大ダメージというロマンよりも実用性、岩テラスタルでね、この2つ、草タイプと虫タイプ、この2つでダメージを与えられない相手に対して、まあ、できるだけダメージを取っていけたらなと思っております。で、基本的には、研磨積んで物理技でねぶん殴って全抜きを狙っていくっていう簡単なゲームじゃ。まああんまりね、母子守ね、どうなの、強いのみたいな、わしもね疑問なんじゃが、そこら辺は、ヒスイドレディアと何が違うみたいな部分があるんで、ちょっと微妙なんですけども、せっかくね、良さそうじゃん、種族値合計500あるじゃんということで使いたい気分になったので、母子守活躍させていこうというふうに思うぞ。それでは早速ランクバトルやっていこう。ピッピカチューマッチングいたしました。相手が海流、羽ばたく神、偉大とオーガポン、ガチグマ、そしてラストがイーネイヌということで、よろしくお願いしますといった感じなんですが、イーネイヌちょっと逆にきついな、母こもり視点だとちょっときついな。まあ牛ゴンぶっきり先発ぶち投げていって、ね、裏が母子守は確定じゃな、今回の主人公ポケモンじゃからな。で、ラスト1体はまあはばかみで強引押ししていってもいいけど、まあ偉大といると嫌だな。でもはばかみ素早さ古代活性で上げて、はばかみで殴ってく方が一番堅実か、それともオーガポンかといったところ。いや、ランドロスにするわ、あえてな。これでいきます、お願いします。さあ、お相手先発渓流を繰り出してくる。わしは球根をぶち投げていきまして、とりあえず左だね。で、海流に対してはとりあえず鬼火をぶちかます。はい、鬼火刺さっていく。これで海流はただの雑魚だ、ピョーンって感じなんですけども、で、こっから海流がやってくる行動次第だな。あ、龍舞ね、はい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 、龍舞龍舞とはいはい、龍舞龍舞ということで、で、やけどしていく相手はね、こうダメージを受けていって、で、次のターンでまあここをアンコールぶちかましちゃっていいかな。龍舞一生積んでいると、一生バカみてえに龍舞積んでいるということで、アンコールをかまして、これでもう龍舞しかできないバカになる。でもって、まあ、そうだね、揚力素の関係プラス龍舞の関係、ここで、あれ打って退場して残り2ターン。で、残り2ターンで研磨して、で、次のターン、岩テラバースト。で、ぶっ飛ぶか。
OK、 じゃあここは置き土産打ちます。さあ我が身でに流米している。さあ置き土産をぶち込んでいき、攻撃がガチコリと下がって、特攻がガチコリと下がって、急行はここでお役ごめん。そしてここで母子守をぶち投げて残り2ターンという状態になるね。うん、 OK、 かなり流れいいんじゃない。でアンコールが残り2ターンなんで、ここは研米させてもらって OK。 さあかなりいいよ状況は。さあ研米を使っていく。問題は裏にイイネ犬がいる場合なんだよな。イイネ犬がいるとちょっとかなりきつくなるんだけど、まあテラバースト打っちゃいますか。ここ海流一撃で倒してしな。で一撃で倒して、イイネ犬のドレインパンチ結構食らっちゃうようになるから、そこが怖いんだよな。イイネ犬がいないんだったら多分めっちゃ楽になる。さあテラバーストベチコリと打ち込んでいくんじゃな。まあ丸助上がれてる海流なんてね、当然ワンパンです。でイイネ犬がいた場合、あ、ハバカミ、あれ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 、もしかしてですけどハバカミ抜けると思いか。抜けないよーん。やっと、え、ていうかさ、あれわし研米積んだよね。あれあれわし研米積んだよね。あ、ラム飲みあるんで大丈夫です。あれあれラム飲み、あ、違う、え、研米積んでんのにワンパンできない。え、ハバカミよ、あれ弱くね耐久にがっつり振ってないと無理だよなこれな、さすがに。まあラム飲みが生きたね。デンジアとかそういうね、鬼火とかで止まるのを防いだということで、サンタデコース乗ったかなこれは。さあラストが偉大と、晴れかなんで、まあアクアジェットとか知らんけど、まあリーフブレード打ちますねここはね。まあ相手の持ち物次第みたいなとこありますけど、テラシタル何かによるな。まあウェーブタックル打ったら死んじゃうわけだから、多分ここお墓参り打ってくるとは思うんじゃが、はい、上からリーフブレード、はい、気合のたすきということで、お墓参り、これはワンパンされてしまいますね。しかしながら晴れかの状態で威嚇を入れられるんで、多分アクアジェットは、あー、日差しここで元に戻っちゃうか。いやでもアクアジェットは多分耐えますと、耐えると思いますけどね、多分ね。これ耐えなかったらわし負けるんだけど大丈夫かな。一応まあ飛行を照らしたるは多分ないと思うけど、まあ、どうせワンパンできるんで、こうトンボ返り押しときますわ。母子守がね、2.9 体ぐらい持ってったから、あとはランドロスお前がな、そいつ倒してくれれば OK や。水テラスタル、アクアジェットは怪しいな。威嚇入れてるとはいえ、水テラスタルすることによって適応力が 2.25 倍になりますから、ああ、アクアジェット押してない、じゃあ終わりオーケーオーケーオーケー。母子守めちゃくちゃ大活躍した件についていいじゃん。ちょっとね、はばかみ相手に怪しかったけどまあ強かった。マッチングいたしました。相手がオーガポン、ハッサム、カイリュウ、ウーラオス、ドオ、そしてラストが羽ばたくキャミということで、よろしくお願い申し上げるんですが、ハッサムが重すぎる件について、ハッサムめちゃくちゃ重いな。とりあえず先発キューコンから出していって、まあ母子守はいてもいいと思う。でラスト1体どうするかだな。オーガポンなのか、それともランドロスなのか、そこが問題じゃ。まあでもオーガポンいた方が、オーガポンかヒードランいた方がいいと思う。ヒードランありだな、全然な。でもオーガポンですね、お願いします。
さあ、お相手先発クマさんを送り出してくる。クマさんがスカーフだと9個死ぬ可能性あるけど、まあスカーフじゃないこと祈ろうか。とりあえず鬼火で行きましょう。男は黙って、鬼火ハッサムがいるとな、炎を照らしたるがいいなっていう気持ちになるんじゃよな。スカーフ水照らしたるだったら、あった上から鬼火が通っていくので、これはマジで飯うま、最高じゃぞ。で、相手は水流連打とか剣舞やっちゃったね。それお前やっちゃってるよ完全に。じゃあねこれが一番いいんですわ。はい、アンコールアンコールっつってねさあ、アンコールをぶちかまして相手は剣舞を打つだけのバカマシーンになってしまったんですが、そうだね、ここであれして剣舞して、あんま良くないな。ここ母子守直出ししてリーフブレードでしばくか。置き土産でもいいけどな。置き土産するか。ここ置き土産して、まあしゃあないしゃあない。で、悪事は晴れかだし、晴れかだし、まあ大丈夫だと信じよう。で、ここ剣舞しての動きでいいかな。本当はここを殴った方がいいけど、剣舞します。で、アクアジェットは晴れかだし、そこまで効かないだろう。ここまだ相手剣舞なんで、全然、わしもね、剣舞してって問題ないと思う。と思う。で、やけどしてるし、晴れかだし、アクアジェット今一つだしで、多分、母子守にはそこまでダメージ入らないと思う。さすがに引っ込めるよな、おい。で、ハッサムだよ、ハッサムだよ、ハッサムが出てくるよ。で、どうするか。ぶっちゃけ岩テラスタルテラバースト打ちたいんだけど、相手ここ飛行テラスタルシザークロスとか打ってこないから、打ってこないよな、さすがにな。本当はオガポンに引くのが正解なんだよな、ここな。ただ晴れターンのこと考えるとオガポンに引けないんだよね。炎テラスタル読み、水テラスタル読み、リフブレ、いや、テラバースト打つわ、見とけ。剣舞したからにはこれやんねえとダメだよな。ダブルウィング一点読み、ただその後バレパンで処理される可能性あるんですけど。炎テラスタル来い、炎テラスタル来い、炎テラスタル来い、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 やつ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 、おい、熱いぞ。来た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 、ぶっ殺せや。ハーグモリ岩テラブーストー気持ちいい気持ちよすぎる件について、やべえ、ちょっと胸が高鳴るぞこれ。おいおいおい、クマさん、クマさんで何、アクアジェットでも撃ちに来んの。じゃあリーフブレード撃っちゃうよーん素早さ上がってんだよな、こっちな。はい、リーフブレードワンパンでございますね。相手あそこテラスタル切んなくてもよかったと思うけどな。全然テラスタル切んないで、ダブルウィングで問題なかったと思う。さあ、ラストがハバカミでございますね。で、ハバカミ古代活性で素早さ上がるんですが、特攻が高まった。あ、じゃあ問題ないですね。はい、リーフブレードですと。でもここでハバカミワンパンで倒せないとワンチャンわしまずいんじゃね、これ。ああ、ワンパンです。はい、オッケー、サンタで劇場まあこれは相手が飛行テラスタル切ってくれたおかげじゃな、かなりこっちきつかった。まあでも勝てたからよし、対戦ありがとうございました。マッチングいたしました。相手がアローラキューコン、セグレイブ、羽ばたく神、マリルリ、サーフゴ、そしてラストがヒーティングロトミングということで、お願い申し上げます。いやー、熱交換とかもだるいな。先発来るとしたら、まあ何ですかね、こっちのキューコンを呼んでキューコンに強いポケモン出していきたいということで、マリルリが出てくる可能性があるんで、これはオーガポン、
球根母子守でいきます。お願いします。さあおいで先発マリルリを繰り出してくるということで、まあこれはね予想通りです。うん、まあこっちね出すと思ったよな。出さないんですわ。じゃあウッドホン打ちます。さあマリルリを引っ込めてロトムを繰り出してくる。ロトムか、なるほど。ウッドホン打ち込んでいき、ロトムボルトチェンジですかね。ここねボルトチェンジしてきそうなんだよな。オーバーヒートは多分打ってこないと思うんだよな。ここボルチェンしてきそう。イカ様打ってくる可能性はあるけど、だったら球根に引くのがマストか。ここはボルトチェンジ、ここでボルトチェンジ合わせて相手が、でもこのメンツだとアローラ球根いなさそう。うん、このメンツだとアローラ球根いなさそうじゃな。さあ電磁波は安い。うん、電磁波は安くて、でこれ相手上から行動してくるだろうから催眠術とボルトチェンジ打ち込んできて、マリルリバックか、まあセグレイブがいるかみたいな。マリルリだね。催眠術ぶち込んでいく。OK、完璧侍ということで、ここまでは完璧侍じゃ。で置き土産打つか打つかどうか問題だけど、打とうかな。さあ置き土産ぶち込んでいく、いいんじゃない。これもう全抜きいいっすかって感じなんだけど、全抜きいいっすか。ただマリルリ起きられちゃうとちょっと怖いんだけど、まあまあでもあれ入れてるしな。うん、大丈夫だな。じゃあ研磨いきます。これで相手アローラ球根残してたら拍手や、わしはびっくりする。さあお相手ロトムだよね。オッケー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 、ならばよし。さあ研磨をぶち込んでいく。いやーロトムさん、なんか炎タイプだからって調子乗ってません？死にますよ。はい、テラスタルを切っていく。さあ岩テラスタルじゃの。これで相手デンジャーとかいう安いことやってきたらくっそ美味しいんだけど、まああるとしたらイカ様打ってくるかなって感じやな。耐えられたとしたら、まあ耐えらんないんだけどね。死ぬよー。オッケー、ロトムぶちのめしてゆけ。素晴らしすぎる羽ばたく神。何、え、羽ばたく神、古代活性で素早さ上がる。ふーん、それで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 それがなんやっちゅうねー。素晴らしい。素晴らしすぎる。いやもう最高のゲームじゃこのゲームは。あとは眠ってるマリルリをズタズタに引き裂いてわしの勝ち。いやー通ると気持ちいいねやっぱりね。うん、このやりたいことを通すのが気持ちいいんじゃ。相手は照らしてる炎ということで、炎まずいな。ここ岩打っておくべきだったか、ワンちゃん。あでも半分入った。起きないでお願い。眠っている。はい、じゃあテラバーストポチコリー。あ、目覚ましてアクアジェットかな。まあ晴れてるんでね。うん、弱点とはいえこれしか効きません。はい、ハーゴモリのテラバーストドワーン。気持ちいい。いやー、やっぱポケモンバトルの醍醐味は3立てなんだよな。はい、対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はね、球根を使って起点を作成して研磨して全抜き狙っていくっていう感じの趣旨で、まあ3試合、投稿させていただいたんじゃが、まあ綺麗にね戦えた試合を厳選して動画化してるんじゃが、ぶっちゃけ火力が足りない部分もあって、なんかガチグマとか、うん、ガチグマにテラスタル切られてこっちの攻撃受けられて、まあブラッドムーンでワンパンされたりとか結構あったんで、
あとはアローラ球根も多くて、アローラ球根との天候の取り合いがすごく大変でね、なかなかこう母子守で全抜き狙っていくっていう、そういう体勢を取りづらくて全抜きできずに自利品になって負けてしまうとか、まあちょっとね、めっちゃ強いってわけではないんですけど、ちゃんとね、対戦相手を見極めて母子守通せる相手にはね選出していくみたいな感じで戦っていただければ、本当にね、一回球根で場を整えて母子守で研磨したら、もう動画の通りサンタでバカーンって決められるんで、もしね、ハレパアタッカーでなんか物理ポケモンでいい感じのやついないかなっていう時にね、ドレディアもいいんじゃが、母子守のね、あの技範囲の広さと、全てをぶち壊していく、そんな強さ、体感していただければなと思います。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。